今回は奴隷戦争第3次スパルタクスの反乱を解説しますね。南イタリアで発生したこの反乱は3度の奴隷戦争の中で最後にして最大のものとなります。トラキア人の奴隷剣士スパルタクスは70人の仲間と共にカプアの剣闘使用聖所を脱走しベスビオ山に逃げ込みます。彼らは他の剣闘士や逃亡奴隷など多くの不満分子を募って戦い、ローマが派遣した2つの軍を打ち破り、たちまちアペニン山脈以南のイタリア南部を制圧しました。反乱軍は全盛期には12万人から20万人、最終局面では30万人以上に達したと推定されています。紀元前72年、反乱軍はスパルタクスの軍とゲルマン人とガリア人が擁立したクリクッスの軍の2派に分裂します。同年、クリクッスの軍勢3万はアプリアでルキウス・ゲルビウス率いるローマ軍に敗れ壊滅します。スパルタクスの軍勢は北に向かい、ギリシアのトラキアに逃れようとします。しかし部下たちはイタリアを離れることを拒んで南に向かい、各地で略奪を行いました。スパルタクスも南イタリアに退却し、チラルス川の戦いでマルクス・リキニウス・クラッススのローマ軍と激突します。そして反乱軍は殲滅され、大部分の者が戦場に倒れます。スパルタクスも戦死しますが、死体は見つかりませんでした。降伏したおよそ6000人の捕虜がアッピア街道で卓刑に処されます。逃亡した者もポンペイウス軍に捕らえられて5000人が虐殺されました。クラッススとポンペイウスの2人はこの反乱の鎮圧により政治的な利益を獲得しました。今回の解説は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。グッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。